くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる、グルーヴィッシュです。はい、ということで本日も、ソロで、お送りいたします。いつもと、ちょっとファッションが、違うんですけども、今日はですね、完全にプライベートの、動画になっております。年明けに皆さん、買うものといえば、そう、福袋。くるぶしはいつも、福袋っていうのはあんまり買わないんですけど、実はね、この服は、8年前ぐらいに、1回福袋で買った、パーカーなんですよ。これがね、マジカルモッシュミスフィッツっていうブランドの、このブランド、僕が、まあ、いつも、撮影とかで着てる服も、マジカルモッシュミスフィッツか葛西純の T シャツかどっちかなんですけども、今回はですね、マジカルモッシュミスフィッツのですね、もう入手困難な、福袋、なんとですね、くるぶし手に入れました。ありがとうございます。いつも1月3日の15時から予約開始なんですけど、もうね、その瞬間にこうサーバーがパンクして、もう繋がんなくなっちゃったり、今年もそうだったんですけど、もうね、連打しまくって、無事に買えました。はい。で、今日、今撮影日がですね1月20日、なんですけども、本日、その福袋が届いたので、今日はですね、その福袋を、ただただ開封していこうという福袋どんなもんが入ってるのかね、一緒に見ていこうっていうね一人じゃ寂しいからじゃあ早速ね、届いたものがこちらになります。おはい、こちらが、マジカルモッシュミスフィッツの、マンチーズっていう、会社。この会社ね、20代から結構、買わせてもらってるブランドで、ドロドロのスプラッターかわいいみたいな感じのスケーターブランドで、今日は早速こちらのマジカルの、福袋ただただ開封して、俺がテンション上げていくだけの動画になってます。それでは行きましょう、レディーゴー。ということで、マジカルモッシュミスフィッツの、福袋、開封していきたいと思います。結構ね、僕が8年前に買った時もなかなか、いいものが入ってて、これもまあもうかなりボロボロになるまで来ましたし、 T シャツも入ってて、重さ的には PS5 は入ってないな。今年は、ね、運勢中吉なんですけど、今年2022年、どういう商品が入ってるのか、早速じゃあ開けていきますよ。じゃあ1点目こちらです。チャキーン。おお、 T シャツ。あ、普通の、あ、これマジカルモッシュミスフィッツのこのコロナ仕様の T シャツですね。素晴らしい、かわいい、かわいい。ちょっとこれ開けようか。マジカルモッシュミスフィッツの、コロナ仕様の T シャツ。イエー、1点目こちらです。大丈夫、楽しい。じゃあ2点目いきましょう。あ、こちらも T シャツですね。お、ゾンビゾンビゾンビ T シャツ。かわいい。あ、色全然いいな、これ。あ、かわいい。じゃあ次、次います。お、ハイソックス。俺ね、ハイソックスってあんま
まり履かないんですけど、結構ね、あのスケーターの方履きますよね、これを機に。うわ、めっちゃふかふか。何この模様。あ、虎、虎柄になってますね。うわ、かわいい。これが3点目。あ、もうね、一番でかいのいきますよ。続いてこちらです。ピュッ、じゃん。わっ、パーカーですね。わっ、何、何柄これ。え、何なんだろう一応虎なのかな、虎柄っぽいけど。やばい、めっちゃいいんじゃないこれ。あとなんだ。続いてこちらです。マジカルのボールペンあの、いざっていう時のボールペン俺なかったんで、これガチで使います。ありがとうございます。こんなところかな。あ、はい、あとこちら虎のピンバッジめっちゃかわいい。あ、これかわいいね。はい、あとですね、カレンダー、カレンダーと、ステッカーですね。はい、こんな内容でございます。いや、めっちゃいいはい、ただいまですね、全部開けてみましたけれども、これでね、1万1000円なんですよ。このブランドの、洋服って結構高いですよ。パーカーでも1万円超えるものもあるんで、いいんじゃないでしょうか。勝ったね、これくるぶしは基本的にはあんまり福袋は買わないんですけども、 YouTube をやり始めて、まあ、お金持ちになりましたので8年ぶりに、マジカルモッシュミスキッズの福袋を、買ってみましたけど、最高です。マンチーズの皆さん、ありがとうございます。ちょっとこれ来年も買おうかな本当にこれプライベートの買い物なんで、マジカルモッシュミスキッズお好きな方も多いと思うので、動画でさせてもらいましたちょっと面白いかどうか分かんないけど、はい、皆さんも、好きなブランド福袋を家電とか最近はね、こう見える福袋とかもあるんですけど、こういう分かんない、中身が何だか分かんない福袋とかドキドキします。はい、今回はイデクルブシ、プライベートの買い物、マジカルモッシュミスビーツの、福袋開けてみたでした。ありがとうございますN ボックス推しくれる人たちがいるから、また共に歩こう。